憲法違反の戦争法案廃案。戦争法案成立を阻止すると。戦争法案成立を阻止すると。日本共産党衆議院議員田村孝之さん、よろしくお願いします。戦争法案許さない、憲法を壊すな。参議院会館、衆議院会館前にお集まり皆さん、こんにちは。日本共産党衆議院議員の田村孝之です。連帯のご挨拶を申し上げます。昨日私も本会議場からこんなひどい会見場絶対に許さない、声を枯らして抗議をいたしました。95日間の会期延長、そこから見えてくるものは一体何でしょうか。今社民党の吉田先生からお話がありました。60日間参議院で審議が終わらなかったら衆議院で再議決できる、そういうことを担保しなければこの悪法を通す目論見がない、そういうことが伺い知れます。すなわち皆さん、国民が、私たちの運動が首相官邸と安倍政権を追い込んでるんです。国民世論と国会での追及に恐れおののいてるんです。会期延長があったとしても一日も早くこの戦後最悪の戦争法案、息の根を止める戦いを大きく広げていこうではございませんか。国会論戦ではっきりしたことは、これまで自衛隊が行ってはならないとされてきた戦闘地域に若者が派遣されることです。そしてその戦闘地域において自衛隊員が攻撃を受ける可能性があるなと聞いたら、あると答えたんです。そして反撃のための武器の使用はあり得るのかと言ったら、あり得ると言ったんです。ここまでが到達点です。しかし安倍政権は武器の使用はあるけれども、それは武力の行使ではないというんです。みんな無茶苦茶じゃないですか。そんなことを言ってるのは世界中でこの永田町と霞ヶ関だけであります。世界のどこでも武力の行使、武器の使用を分けての議論などはないわけであります。若者を戦地に送って殺し殺される環境に日本の自衛隊を巻き込むことは絶対に許されない、憲法違反は許されない。皆さん共に頑張ってまいりましょう。存立危機事態、存立危機事態と言っています。しかしもこれも国会の論戦明らかです。ある国が武力の攻撃を受けて、その同盟関係にある国が存立危機事態にあるなんて、どこの世界にそんな例があるのですか。聞いてみたらそんな例はありませんと外務大臣も防衛大臣も認めたんです。空想ごとで絵空ごとで国民を不安に駆り立てる、そして戦争への道を突っ走っていく、絶対に許されません。 99% 以上の憲法学者が安保法制は違憲だと断じているのであります。違憲の法律を国会に出してくる、そして立憲主義を踏み切る、そんな安倍政権こそがこの国の存立危機事態ではありませんか。そんな政治こそ存立危機事態ではありませんか。跳ね返してまいりましょう。勝利は正義は我にありあります。一日も早くこの戦争立法を息の根を止める、国民との共同を広げて皆さん頑張ってまいりましょう。私たち日本共産党も野党の団結、そして連帯を深め、そして心ある保守の政治家にも働きかけて、この法案を必ず廃案に追い込んでいく、その決意を改めて表明しまして、今日の連帯のご挨拶とさせていただきます。共に頑張ってまいりましょう。頑張りましょう。